やすくここを通れると思うな。外の侍たちはもう全員殺されてる頃だろうがよ。あとは光月おでんの息子が死ねばこの戦いは終わりだ。そして我が国は海賊の帝国新鬼ヶ島に変わる。本気でそう思ってるなら読みが甘えな。黙れ小鳥野郎。そう、無敵かよ。なんだこいつの能力。お前らは今新時代を相手にしてんだよ。どんと構えてよ。